でもプロのフォロースルミンと、ガーッとこう、すごい手が伸びて、大きなスイングアークみたいな、憧れるっていうのも。うん、それどうしてだと思う？どうしてそうやって見えると思う？うん、実際上は多分ね、伸びてないよね。伸びてない。え、伸びてないんですか？伸びてない。例えばマキロイにしたって何にしたってね、例えばジョーダン・スペースにしたって、みんなインパクトの時って肘曲がってるよ。フォローですよ、フォローね。インパクト、うん、でその曲がってる状態でさ、右手があって右腕があってさ、どうやって左腕伸ばすの？普通にこうやって使ってったら、だって肘がこうやって曲がっていかなかったら、だってフォローストできないじゃん。だから要するにできるだけここがビャーンってこう柔軟にバーンって動くだけの話で、これはだって曲がってるじゃん。ただ人によってはこの位置が遅い人もいれば早い人もいるっていうだけの話です。